お店屋さんで今すぐにできる Facebook 集客方法があります。はい、株式会社ハッチン坂田誠でございます。今日はですね、店舗の店長さんなどで個人の Facebook アカウントをお持ちの方、今すぐできる Facebook 集客方法があるんですね。しかも超簡単でございます。それは何かっていうと、開店と閉店の時に開店しました、閉店しましたっていう投稿を Facebook にする、たったそれだけ、簡単ですね。なんでこれが効くかっていうとですね、開店しました、まあいいねでコメントもらえるじゃないですか。で、まあね、いいねコメントもらって、あ、そういえば何々さんとか最近行ってないなって、閉店しました、あ、何々さん頑張ってるな、いいねコメント明日来ますよみたいなね、そういうようなことが起きる可能性が十分にあるからなんですね。ただしこの方法は一つの絶対条件があるんですね。それは Facebook で毎日必ずお客さんとしっかり交流をしていること。お客さんはお金としか持ってなくてコミュニケーションしてない人はダメです。でも本当にお客さんとね、しっかりと交流してね、やり取りしてっていう、お客さんの大切な人にとってはこの方法はすっごい的確に効きますので、ぜひね、そこに自信がある方はね、もう今夜もしくは今朝からできますので試してみてください。毎回言っておりますが、結局はね、しっかり Facebook でお客さんを大切にしているお店っていうのはね、まあ Facebook やってようが結局他のものやってようがうまくいくっていう話に結局はなるんですよね。ということで、株式会社8円、坂田誠がお送りしました。